もしかして一条さんって僕のこと。土井さん、一緒に寝てもいいですか？昨日は我慢してたんですけど、本当は誰かと一緒じゃないと眠れないんです。そういうことなら。土井さんって優しい方ですよね。そう。今朝、私のお尻の傷ご覧になったでしょ？小さい頃にできた傷でなかなか消えなくて、気にしてるんですけど、何も言わずにいてくれたから。私本当は高校出たら結婚する予定だったんです。父の自由のために20歳も上の人と。でもその人も父も5年前に MK ウイルスで亡くなりました。私、悪い女なんです。ウイルスが蔓延してよかったって思ってる。そのおかげで今こうして土井さんと一緒にいられるから。初めて会った時から好きでした。一条さんは悪い女なんかじゃないよ。世界がこうなってよかったって思ってるのは僕も同じだ。